どうもこんにちは、弁当ですね。今回この問題やっていきます。0、3を通り、直線 y=2分の 1x プラス2と、3分の π の角をなす直線の方程式を求めようと、こういう問題ですね。まず、状況を図示していきたいと思います。どういう状態になっているかというと、こういう xy 平面上においてですね、y 切片が2で傾き2分の1のこういう直線があるんですね。こういう直線があります。で、この直線と3分の π をなしていて、しかも 0,3 を通るわけですね。で、今、切片がこいつ2なので、これの1個上。ここを通るわけね。で、3分の π、60度をなすので、だいたいこう、どの辺ですかね。ちょっと雑ですけど、こんな感じですかね。こんな感じか、こんな感じか。ということで、こちら側に3分の π ずれているか、こちら側に3分の π ずれているかと。こういう状態になっていますね。なので、今回求める直線の方程式には候補が2つあって、1つ目はこいつですね。で、2つ目の候補がこいつなわけです。いいですか？で、実際に計算をしていきましょう。まず、直線の方程式っていう風なのは、一次関数ですね。y=ax プラス b と。この式を中2ですかね。中2で習いました。で、これを書き換えると、実は、なす角を θ とすると、実はこれ、こうとも書き換えられます。y=tan θ×x プラス b と。こういう風にも示されるんですね。で、それはなんでかというと、tan θ っていう風なのが、直角三角形で見たときに、これ、a 分の b なんですよ。横分の縦なんですね。横分の縦。なので、これって結局傾きのことですね。すなわち、一次関数でいうところの変化の割合ということになるわけですね。なので、この赤で書いたような公式が成り立ちます。ということは、今回、2分の 1x プラス2と、こういう、グラフがあって、もうちょっとわかりやすくしましょうか。これ y 切片関係ないので、なす角っていう風なのは、なので、比例の式と解釈して、y 切片取り払った y=2分の 1x、これ、プラス2が抜いただけです。それに対して、30度傾いた、こういうグラフ。これも y 切片無視します。ないしはですね、こういうグラフを考えましょうか。ごめんなさい。こうですね。はい。で、そうしますと、ここの2分の1という風なのが、ここです。ここの θ なんですよ。ここの θ を、なす角とした時の tan θ なわけですね。tan θ っていうのは今回2分の1なわけです。で、また、この3分の π という風なのが、ある種角度になっているわけなので、この赤い直線のなす角っていうのは、ここなんですよね。ここ。つまり、θ プラス3分の π。もう一回ね。θ プラス3分の π っていうのが、ここのなす角になります。このピンクの直線のなす角になります。なので、このピンクの直線が y= 例えばここのなす角を、tangent θ プラス3分の π。かける x、切片がありませんので、切片プラス0と書いてるつもりで、こういう一次関数が、ピンクの直線なわけです。で、もしくは、緑の直線の場合はどうなるかというと、y= 今度、なす角というふうなのは、θ 上がって3分の π 戻るというところにあるわけです。だから、θ マイナス3分の π。っていうところに、なす角があるわけですね。θ−3分の π という風なのが、なす角になります。いいですか？すなわち、ここのなす角を見ています。ここのなす角という風なのが、θ−3 分の π なわけですね。で、これ、負になっていることに注意してください。ね。こういう、反時計回り、時計回りですね。時計回りの、角度について負の角度となるので、θ−3 分の π、こういう、なす角になります。なので、緑の直線については θ−3 分の πx と、こう示されるわけですね。いいでしょうか。じゃあこれを踏まえて計算していきましょう。はい。ちょっとここに書いた、式を書き写します。y イコールタンジェントシータプラス3分の π、x それから、y イコール、ごめんなさい、タンジェントシータマイナス3分の π x と、この2つの式があるわけですね。じゃあ、実際計算していきます。ここで公式があるので、見ておきましょう。タンジェントアルファプラスベータイコール1引くタンタンタン足すタンですね。1引くタンタンタン足すタン。10回読み上げますので、耳コピしてください。何回も聞いたワードって頭から離れないよってことあると思うんですけど、僕10回今から読み上げますので、頭から離れない状態を作ってください。まあそういう意味で覚えるじゃなくて耳コピをしてもらいます。1足す、1引くタンタンタン足すタン。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 覚えたんですかね覚えましたよね。ということで、実際、こっちから計算していきましょう。なので、ここの部分だけ計算すればいいので、タンジェントシータプラス3分の π。これは、1引くタンタンタン足すタンってなってるわけですね。で、さっきやったように、タンジェントシータっていう風なのは、これです。y イコール2分の 1x のここのなす角をシータとしたので、ここがタンジェントシータになります。なので、これ2分の1です。タンジェントシータっていうのは。で、それからタンジェント3分の π っていう風なのは、これ60度のタンジェントの値なので、これルート3っていうことを僕たちは知っています。例えばタンジェント4分の π であれば、これ1で、タンジェント6分の π、すなわち30度ですね。30度であれば、これルート3分の1と。ごめんなさい。こう見えて取れるわけですね。で、実際今回はタンジェント3分の π がルート3になります。ということで、計算結果は 1-2 分の 1× ルート3分の2分の1プラスルート3とこうなりますかね。で、これ2分のルート3にしときましょうか。2分のルート3。そうするとこれ分母分子2倍して、2- ルート3の1プラス2ルート3と、こんな感じですかね。で、有理化しておきましょうか。そうすると、2プラスルート3、2プラスルート3、これを分母分子に掛け算します。そうすることによって分母が 4-3 になるんで分母消えます。で、なんでそうなるかというと、この公式によるものですね。4-3 で1になるので、分母分子っていう風なのは、ごめんなさい、分母は1になります。なので分母消えて、分子だけ計算すると、ちょっとこの辺に隙間で申し訳ないんですけど書きますと、2プラス、ルート3プラス、4ルート3プラス、2×3 で6ですか。で、そうすると、8プラス5ルート3ですかね。まず、ここの部分がだから、8プラス5ルートルート3と。で、これで比例の式ができました。で、これが 0,3 を通るので、0,3 ってここですね。すなわち、y 切片が3だってことを意味しています。なので、これプラス3と。これが答えになります。で、次ですね。次、こいつ計算します。そうすると、タンジェント、シータマイナス3分の π なので、これ符号変わります。ここプラスでここマイナスなので、分母分子の符号がそれぞれ変わります。1足す、タンタン。タン引くタンってなるわけですね。で、実際計算すると、で、これ、分母分子2倍します。で、これ、分母分子に、2−ルート3。2−ルート3を計算すると、ここの分母の部分が1になりますので、分子だけ計算します。ここだけ計算します。そうすると、1−2ルート3かける2−ルート3と。これが、2かけ、こうですね。なので、8−こうなります。なので、8−5ルート3と。ということで、ここは、8−5ルート3x プラス、y 切片、後方2の方の、こっちは、こっちも結局3を取るので、こうですね。ということで、計算結果としては、こうなるわけです。いいでしょうか。ということで、ちょっと今日雑に説明しちゃったんですけれども、この問題ね、僕今日雑に動画撮ってしまってて申し訳ないんですけれども、この問題を特にあたって、例えば学校の先生の授業を聞いても分かんなかったよっていう人だったり、他の方の授業動画を見ても何も分かんなかったよっていう人いると思うんですけれども、今回僕の動画で分かったよっていう人は、多分この公式のおかげなんですよ。この公式のおかげ。ここがタンジェントシータなんだよっていう風に捉えて、で、しかも、これ B をなくしたとすると、ここがシータなんだって思えたと思うので、それが良かったんだと思います。なので、例えば、3分のπ、なす角が3分のπだよっていうふうに言われたら、合計してθプラス3分のπと。これが、タンジェントθのここの文字に、値する部分なので、この、式というふうなのは y イコール、タンジェント。もちろんこれθプラス3分のπというのはなす角になってるはずなんで、こうなってるわけですね。で、逆に、こっち側だったら、θ 進んで、−3分のπ戻るという関係でいくと、このグラフの式っていうのが、こうなるに決まってると。この式が重要だったんじゃないかなと、今回思います。ということで、今回、そういう動画になってきました。ということで、かなり、1問につき12分ということで、長く説明してしまったんですけども、以上になります。ありがとうございました。